はい、ワンダーフォーオートモーティブの安見です。今回はですね、サーキットデビューをしたいという方向けにですね、ちょっといろいろね、僕の体験談とか、そういったものをね、お話しして、サーキットっていうのはね、意外とね、簡単に、いけますよと、いう話をちょっとしていけたらなと思います。サーキットに行きたいっていう方はね、多分ねめちゃくちゃ多いんですよね。結構ショップとかでもね、結構そういうお客さんは来るわけですよ。で、僕自身もそのサーキットに行きたいっていうのはね、昔からずっとあったわけですよね。ただ敷居がね高いとか、ちょっとガチ勢の中にね紛れて走るっていうのはちょっと怖いなとか、そういうところがねやっぱあるわけですよ。それがね一番だから弊害になってるわけですよ。ルールとかどうなってるんやろうとか、そういうところがものすごいね心配になって、サーキットに結局行けずにズル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 ね、年数が経っていくっていうのが、サーキット行きたいけどまだ行けてない人の前だ特徴ではありますよね。多分お金とかね、そういうのに関しては、比較的ね、そこまでものすごいお金かかるようなね、お金をかけずに行くこともできるんで、あまり弊害にはなってないかなという感じですね。どちらかというと、多分、そのガチ勢のね、もうブンブンこう、猛烈なスピードで走る人らの中に紛れていくのが怖いとか、あとはルールがちょっともしそのいきなり行くのは怖いなとか、そういうのがどうしても弊害になってしまって、行けないっていうのが一番ちゃうかなというふうに僕の中で思うんですね。実際僕もそうだったんですよ。で、ただ僕の場合はそのショップとかねやって、メカニックのね方がずっとサーキットとかで走ってた人になるんで、それで行きたいんですよ行きたいんですよって言いながらね、ずるずるやってたところがあったんですけど、結局ね、行くことになって、で、最初はね、セントラルサーキットで、走行しました。はい。で、その前にもね実はね鈴鹿でライセンスは取ってたんですよね。ただ一回も行かずに2年ぐらいね、お金払い続けてただけになったわけですけれども、それはね、なんでその2年間を、そういうふうにね、お金払い続けてただけになってしまったかというと、鈴鹿とかの場合はね、こういう説明はあるわけですよ。ちゃんとね、こうルール説明とかあるわけなんですけれども、どうしてもね、言ったら体験でね、何周回りますとかっていうのが、その時なかったんですよね。もしかしたらあるかもしれないんですけど、その時僕が受けたやつは、その、鈴鹿をね、実際に走ってみましょうっていう、その、ことがなかったんで、いきなりね、行くんはどうやろうなとか、っていう考えもね、あって、なかなか行けずにおったわけですよ。で、そこで、そういうところ最初に行くよりも、まずちょっと地元のね、サーキットで、人が空いてる時に、行った方がいいよと。いうことで、普段ね、行ってる人に、うちのメカニックの方にね連れて行ってもらってですね、でそれで講習受けて、で、3周ぐらいね、走ったわけですよ。でそこはね、セントラルサーキットですね、確か西脇ぐらいにねあるところなんですけれども、言ったらここからね一番近くて、でそこそこね、平日人いなくてですね、で、気軽に走れるっていうことで、行かしてもらって。で、その時は、マスタングで行ったわけですよね。マスタング、そこら辺にあるマスタングで行って、で、車とかね、そういう関係なしにね、行ったわけですよ。じゃあ、タイヤをね、ずるずる滑るわ、回転しそうになるわね、ものすごいね、ちょっと大変やったんですけれども、これがね、めちゃくちゃ面白かったんですよ。普段ね、公道とかで、ちょっとね、滑りやすい大変な、入ったりとかしたら、気をつけながらね、運転してたところですよ。サーキットでは、その時ね、やっぱ人は少ない日に選んで行ってますから、めちゃくちゃ、それがスリルをね、味わえて。で、
限界にねこう挑戦していくっていうような感じだったわけです。だから、例えばサーキットはこの車じゃないといけないなとか、サーキットは、ある程度ねハイパワーの車じゃないと行ったら迷惑かかるなとかって、そういうのはもう考えなくてもいいです。はい。まあね、中にはね、例えばハイエースでね周回したりとかしてね、まあそういう風な楽しみ方してる人も多いぐらいなんで、まあ言ったらその車の問題っていうのはないわけですよ。何でもいいわけですよ。言ったらプリウスでもいいし、まあそれこそもう本当にポルシェ乗ってる方やったらポルシェでもいいですし、別にねそこら辺の乗用車とかね、そういうセダン系とかでもいいですし、言ったら箱車でもええわけですよ。うん。なのでその車の問題に対しては何で言ってもね、楽しめますんで、そこはね全く気にしなくていいです。はい。で意外とねタイヤの方も全然ね持ちます。皆さん結構例えば、僕の中でこうサーキットとかね、走り始めるとタイヤの持ちってね、もうなんかね2回ぐらい行ったらもうなくなるんちゃうかみたいなね印象であったんですけども、実際はそれはね多分ガチ勢の人でね、本気でブワー走ってる人やったらわからないですよ。ただ、月に1回行って、30分枠、1時間枠取って、走るぐらいでね、済ませるんであれば、全然ね、タイヤは持ちます。うん。別にドリフトするわけでもないですからね、グリップですから。なので、そこら辺はね、意外と僕の印象よりも、全然ね、費用はかからなかったなっていう感じですね。それは普通のところで走るかはある程度やっぱこう削れていきますけれども、別にねそこまでめちゃくちゃ削れた、もうあかんわとかっていう風なことはなかったですね。結構僕ねその時ねツルツルのタイヤで行ったわけですよ。うん。もうこれでねサーキット走らせてちょっと交換しようかなぐらいの感じだったんで、ちょっとねツルツルめのタイヤで行ったわけですよね。うん。でもそれでもねやっぱめちゃくちゃ面白いんでね、うん、でそれでもまだ走れたわけですよ。そんだけのねツルツルなやつでもまだ走れるね範囲内のタイヤの溝が残ってたんで、そこら辺だからもうその費用に関してはどこまでかけるかによりますよね。そこからハマっていってチューニングやなんやってやったらそれはもう1000万円単位のお金飛ぶっていうこともやっぱありますけれども、やっぱねサーキットで一番大切なのって僕の中ではやっぱもう楽しめるか楽しめないかのどっちかやと思うんですよね。うん。で実際行ってみて感想としてはめっちゃ楽しい。月に1回行くだけでもめちゃくちゃ、スリル味わえますし、ストレス発散にもなりますしね。うん。でそこからポルシェとかでねどんどんこう行くようになってですね、何が違うかって言ったら、やっぱそのグリップ力とかもそうですし、やっぱ車体が安定してるなっていう印象はありますよね。うん。ただ、そのポルシェやから楽しいとかね。例えば普通の車やから楽しいとか。そういうのはなくね、全部ね、楽しいんですよ。うん。で、本当にもう、マスタングとか行った時も本当にもう回転しそうなぐらいね、グリップがないわけですよ。タイヤのね、その時入ったタイヤが、そういうやつだったんで、グリップがないんですけど、それがね、またそれはそれで、めっちゃ面白いという感じでしたね。なので、車に関して、言えることっていうのは、やっぱり何でもいいと。もう本当にプリウスとかでも、日本車のね、軽自動車とかでも、楽しめると思うんですよね。それはスピードがあったらね、その分スリルが、味わえるっていうのはあるんですけど、やっぱある程度ね、スピード出るもんであればもう全然楽しめるんで、それはいいと思いますね。うん。で、やってみた感想としては、意外と弊害ないねんなっていうところですね。特にその地元のね、サーキットでやってますから、しかも空いてるわけですよ。ね、空いてる日を選んで、行ってるんでね、全然ね、そこら辺は思ってたよりもハードが低かったですね。こんな気軽に走ってええんやみたいな感じでしたね。なんで結構このサーキットでねやっぱ来てる人とかもおるんですけれども、そういうの見るのも楽しいですし、でやっぱお互いねこう意識しながらやっぱ走ってるんちゃんとね走っていれば全然ね危険なこととかっていうのもないわけですよ。うん。
なので、まあ、そこら辺はね、ちょっとまあそういう講習会とか、まあ、まあ壮行会ですよね。で、まあ、学んでいただいて、でそこから自分で行くっていうのがやっぱ一番いいんじゃないですかね、僕の中で。うん、やっぱこう講習だけ受けて走らずに、やるっていうのはなかなかそこからはとっつきづらくなって結局乗らなくなっちゃうんで、一番最初はそういうね、ちゃんと教えてくれるようなね、壮行会に参加して、走るっていうのが、まあ、僕の中では一番おすすめですよね。まあ、僕は壮行会じゃなくてもそのね、知ってる人から教えてもらったっていうような形になります。はい。まあ、壮行会にもちょっとね参加しづらいなって思う人もいらっしゃると思うんですよね。実際その知らない人がいっぱいおって、でその中でやっぱこう走っていくっていうのはちょっと嫌やなとかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、意外とねいい人らも多いんですよね。教えてくれたりとか、でまあ仲良くなれる、同じね趣味の持ってる人たちなんで、必ずね、そんなね変なことしなければ仲良くなれます。はい。なので、まあ、そこら辺はね、ちょっと、まあ、思い切ってですね、一回壮行会にまあ参加してもらうことによって、まあ、新たなね、まあ、趣味っていうのがもう一瞬で出来上がるんでね、それはねもうやっていただけたらと思います。はい。で、まあ、何が楽しいかって言うと、やっぱその結局はそのタイムを縮めるっていうことなんですけれども、ただ別にタイムのこともね、最初のうちはもう本当気にしなくてもいいぐらいね、もう全然その気にならないわけですよ、タイムなんかっていうのはね。そんな運転するに必死で楽しいし、やっぱスリル味わえますし、でそういうところにこう焦点を置いて、やってたわけですよ。うん、なので全然ねそのタイムとか別に気にしなくてもいいと思います。はい。でそこからまあその辺に慣れてね、ある程度こうマンネリ化してきた方に関してはですね、タイムをちょっと頑張って縮めてみようかとかっていうのもあるんですけれども、その時に例えばもう本当にねお金をかける人とか多いじゃないですか。じゃなくて、まあそのノーマルの状態でまずそのねサーキットでタイムを縮める、どんだけ自分のね、同じ車でどれだけ自分の腕をね伸ばすかっていうところに、まあ、焦点を置いた方が、まあ、僕はあまりねコストをかけずに楽しめますし、でスリルも味わえるかなと思います。まあ、もちろんその車によって、まあ、熱持ちついてね、ちょっとオーバーヒート気味になってしまったりとか、そういう車に関してはもうちょっと対策が必要かもしれないですけど、まあ、基本的にはそのね全開走行の後にはね、ちょっとクールダウンしてする走行とかねするんで、全然ね、まあ普通に走ってもらえたら全然、そういうことはないかなと思います。はい。まあ、もちろんねそういうのにものすごい弱い車とかっていうのもやっぱあるんでね、そこはちょっとわからないですけれども、まあある程度のやっぱ車であればもう全然問題ないんじゃないかなと思いますね。うん。で年会費とかもそうですけれども、年会費まあセントラルとかだと何本ぐらいだったっけな、確か5万とか、なんかそんな5万ぐらいだったと思いますね。うん。そんなめちゃくちゃ無理するような金額じゃないんで、やっぱ楽しめますね。なので、地元でね、まあそういうサーキットやの、走ってる友達がいたら、まあそれに教えてもらうか。まあ、もしくは最初に、やっぱ絶対こう走るようなね、きちんとそのコースを走らせてくれるような、ものに参加して、そっからライセンス取るっていうのもありやと思いますね。絶対そっちの方が、とっつきやすいです。なのでいきなりライセンス取ってっていうよりも、どちらかというと、まあ、そういう走行付きのライセンス講義教講座とかね、まあ、なんかそういうのがあればねそれでいいんですけれども、そこはね説明しかしませんっていうのであれば、まずは走行会から、参加してもらったらと思います。はい。で、やっぱオイルぐらいですかね、気使うのは。やっぱオイル、サーキット走行前に一回ちょっとオイル交換して、で終わったら、もう一回オイル交換するぐらいね、ちょっとオイルにはちょっと一応ね気をつけてもいてもらって、で走行したらまあ楽しめるんじゃないでしょうかね。まあ、サーキットでね走って、まあ、山とかね走ってる人はあれですけれども、やっぱサーキットだとね安心感がもう全然違うわけですよ。
うん、いくら周りに車がおったとしてもですね、皆さんねそういうのをちゃんとルールが分かってる上でですね走ってるわけですから、まあその山でねこう攻めたりとかってするよりも全然安心感が違いますね、うん、なんで意外と恐怖心っていうのはないです。はい、で車もね一回ね滑らしてまえば、あ意外とこんなんで大丈夫なんやっていうような、感じでね、止まってくれたりとかするんで、まあ、あんまりね無茶しすぎる人はね、ちょっとあれですけれども、まあ、比較的ね、ちょっと攻めたいなっていうぐらいでなのであればもう全然普通の車でええなっていうような、イメージでした。はい、まあ行く前はね、そのサーキットのその壁ってめちゃくちゃ高いなっていうまあ印象があったわけですけれども、本当にね一回行ってみるともういつでも一人で行けるようなねそんな気軽さがまあ心の中で芽生えてくるっていうかね、そういうのがあるんで、なのでサーキットに行きたいけど思いとどまっている方はもう一度ね、まあこの機会にそういうね壮行会に参加してもらって、でそれからちょっと新たなね趣味をねちょっと極めてもらいたいなと思います。はい、まあ今回はねちょっとねこういうサーキットについてまあお話しさせてもらったんですけれども、まあ僕とね、まあ、その当時のその気持ちが同じような人がね多分、たくさんいらっしゃるなと思ってですね、まあ参加したいけど参加できない、したいけどちょっと思いとどまってるみたいなね、そういう人向けにまあ僕の体験談も踏まえてですね参加させて、お話しさせてもらいました。うん、でサーキットでやっぱある程度やっぱ必要になってくるものっていうのもやっぱあるわけですよ。まあ、例えば4点式のシートベルトとかヘルメットとか、あとは手袋とかね、まあ、場所によってはこう服装の指定があったりとかっていうのは、まあ、あるでしょうけれども、まあ、そういったものはまあ最低限まあ必要にはなってくるのかなとは思いますけど、まあ、走行会でね普通のね、シートベルトで参加してもいいよっていうところもあるので、そこはね、まあ、最初は何もお金かけずにですね、参加してもらえればと思います。はい、まあ、うちの方でもですね、ぜひそういうまあ、サーキットに、走りたいなという方はですね、もう車種問わずですね、まあ、声かけてくださればですね、まあ、お友達感覚でね、まあ、一緒に行けたらなと思うんで、まあ、ぜひねそういうサーキット興味ある方はですね、ご連絡いただいて、まあ、日程、まあ、僕らがまあ大体月1ぐらいで行ってるんですけれども、まあ月1のねその時にお誘いさせてもらいますんで、ぜひね、まあ、関西圏、まあ、ちょっと遠すぎる人はねあれですけれども、まあ参加してもらえればと思います。まあそういう時にねその時にまあこうライセンスをねどっちにしろ取らないといけないんで、まあ若干ねその費用もまあ考えた上でですね、まあお問い合わせいただければなと思います。はい、まあ、以上が、サーキット走りたいけど、まだ走れてないという方に向けた動画でした。はい、まあ、こういったね、動画をちょいちょい上げていきますんで、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンの方をですね、よろしくお願いします。はい、まあね今後、まあ、サーキットとかね、走る動画をねちょいちょい、まあ、その月1の段階で撮っていって、まあ、出していけたらなと思うんで、まあ、ぜひね、その時はまあ見ていただけたらと思います。はい、それではワンダフォーオートモーティブでした。